皆さんこんばんは、ジェイキーです。本日もノイタ続きから遊んでいきたいと思います。さあやっていきましょう。今回もね、ちょっと上の方を目指していきたいんですが、実はね、ちょっと見ていただこうかな。進行度、あ、見れないんか。あれは見れないんか、どこまで進んだみたいな。そうか、じゃあちょっとなんでもないっす実はね、雪山の次のステージ、なんかすごい、なんだろう、敵がうじゃうじゃいるステージなんだけど、あそこ一回だけ越えることができて、で、その下のステージまで、ね、行けたので、ちょっとね、ちょっとだけ成長してんじゃねえかなっていう。っていうのもあって、なんか今回はね、もう一個上のステージお見せできたらなと言って、やっべ。まずいな。まずいな。こんなとこでダメージ受けてる場合じゃないんだよな。よし。で、なんか一個でもいいから杖が欲しいな。このステージのうちに。それが叶わないのであれば、お金が欲しい。いてぇ。こいつ本当にエイムがめちゃくちゃいいんだよな。いいよな。あいつら、オートエイムで撃ってんのかな。ちゃんと手動で合わせてんのか。これ一回、ここ。よし。いいとこ落ちた。オッケー。この杖いただいて、行きましょう。あー、そんなにいい杖じゃない。そして、ショットガンの音が鳴り響いてる。まあ、ここら辺は無視で、あ、いいとこあんじゃん。はい。ちょっと向こう行っちゃったか。オッケー。なんかすげえいっぱい降ってきてるよ。ちょっと邪魔。あ、怖い。このちっこいのやられたからな、前回。よし。で、はい。あー、いい杖ではない。まあ、しょうがない。贅沢は言ってられない。もういいかな。行っちゃいましょう。今拾えばよかったな。ちょっとだけお金落ちた。何か欲しいものはこれかな。バウンドバーストを買っちゃって、ドロッパーボルトってなんだ、ちょっとわかんないな。非常に重たい起爆性ボルト。おお、一回打ってみよう。あ、重っ重すぎんだろ、これは。さすがに、使いにくいな。どの杖がいいかな。これでいこっかな。よし。で、あとこれも、つけたいかな。どうだ?消費量的にも大丈夫だね。なんとかなってる。よし。これで行きましょう。オッケー。さて、次は?なんだ?ガスファイヤー。付近のガスが自然発火する。キルからマナへ。付近の敵へ死亡するたびに、マナリチャージの液体を放出。ノックバックなし。どうしよっかな。ガスファイヤーとか言っちゃうかな。なんかガスって結構ね、邪魔な時多いからね。言っちゃうかな。よし。そんなに強えっていうわけじゃないけど、まあまあまあ。いいでしょう。行って。なんでこんなとこにいんだよ。よし。こっちは?あんまり探索したくないんだけどね。よし。杖がなんせ今、2本いらんもん持ってるからな。これここを壊して、
取れるかな。あ、取れた取れた取れた。あれ、ここよし、 OK。 このお金は後に役に立つはず。危ねえ、お前なんてこと。危ないな。よいしょ、危ねえ、熱っ。よし、ざまあ見ろ。お、杖があるね。どうしようかね。これは削れるか。あ、いけそうだな。よし、抜けた抜けた抜けた。危ねえ、いきなり発火したびっくりしたな今。なんだろう、あ、杖から出てる火花か。これで発火したのか今。よし、オッケー、さあ取れた。なんか爆弾がいっぱい入ってる。で、杖自体は、あ、まあまあいいな、この杖。普通にもらっとこう。で、そこ。そこ。なんか、お金が拾えそうな。よし。あ、ちょっと、ちょっとあれ。OK。あー、燃えた。燃えた、燃えた、燃えた。燃えたけど、水がない。あ、ちょっと邪魔。よし。OK。よし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 。ちっちゃいお金も集めて。OK。怖い怖い怖い。さて、そろそろもうでも一番下近い。なんでマグマなんですか。やだねー。あー、ダメだな、ここ。いけないわ。よし。他の場所を探そう。どうだ？ああ、ここら辺もお金取れそうだな。これ燃やしちゃって、隙間からこぼれてきそうだね。危ねえ。よし。危ねえ、危ねえ、危ねえ。よし。よし。いってー。熱い、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 熱い。熱いねー。よいしょ。OK。あ、待って。全然消えない。よし。やばいな。これもう、次のステージ行かないと。死んじゃう。あんまり粘ってると、ろくなことになんないからな。すぐに行こう。危ない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 。よし、よしよし。虫の集団が来てた今。危ね。さて、欲しいものはあるかな。3倍キャスターいいんじゃない。ファイヤー爆弾、あー、スパークボルト、いやー、そんなだな。あー、スパークボルトもらっとくか。うん、圧が、これがいい杖なんだ。そうだ。ってことは、よし、こうして、こうしたらいい感じになるか。よし、こんな感じでいいかな。うん、いい感じ、いい感じ。この武器でいこう。あとはもういらんかな。マナーは、あー、でも消費量がそんなに多くないから、何かつけてもいいかもしれない。3倍とか。これいっちゃおうかな。これいっちゃうとどうなるかな。よし。お？ 3 倍感がないな。あー、たまに3倍出てるか。微妙だな。やめとくか。いや、でもマナ消費全然間に合ってるからいいか。つけといても、つけてもつけてなくても変わんないならつけといていいか。そんな感じかな。あ、クリティカルプラスとかいいんじゃない。あー、クリティカルの確率がプラス 15%。
これもつけとこう。よし、こんなもんでしょう。さあ行こうか、次のステージへ。の前に、素早い杖、一回限り、あなたが所持しているすべての杖に、栄翔遅延とリロード時間ボーナスが付与される。ああ、これいいな。放射物減速。あなたの近くの放射物が減速します。ああ、これ、どうだろうな。これ結構失敗してるけど、強いっちゃ強いんだよな。で、ギャンブルね。ランダムな得点。うわぁ、これどうしよう。全部いいなぁ。なんかさ、マナとマナチャージがあるんだったら、あー、栄翔時間とリチャージ時間短くすると、かなり強いよね。杖的に。うわぁ、これ全部いいなぁ。どうしましょう。いや、でもやっぱり放射物原則なのかな。これが一番、魅力感じちゃうな。行っちゃおうかな。行っちゃおう。よし。今の私の武器は別に減速してもね、そんなに問題ない武器ばっかだし、いいんじゃないかな。さて。あ、いる。やばいのいるな。あ、こっち持って、やべえ。待って。あ、まずいな。あれなんだろうな。なんかさ、すごい怖いんだよね、あいつ。なんか知らんけど、すげえプレイヤーみたいなやつがいるんだよね。これプレイヤーなのかな？実は。そんなことない？そんなことない？どっち？そんなことないか？はぁ、怖い。よし。やっぱ。いや、こいつやっぱ、あー、負けた。強っ。何あいつ、プレイヤーじゃないよね。だってプレイヤーだったら下行きたくなるもんね。こんな敵一体に構ってるわけないから。そうか。まあでももう一回やっていくしかないな。今のはなんかもう事故みたいなとこあるからな。あいつがいない世界線で頑張ろう。よし。怖い怖い怖い。オッケー。あれ、なんか敵が多いな、今回は。よし。お金回収して、やだよ、あいつらは。あいつらはできるだけ関わりたくないけど。これ、追ってこられると嫌なので、こういう、直線の場所で倒しちゃうのがいいな。あとは、下に行ける場所で下に行きながら、杖をゲットするだけ。全然下行けない。全然下行けないぞ。どうなってんだ。よし、行ける。下へ行きたい。あ、これは欲しいな。ちょっと待って。意味やだよ。行った。よし。OK。はっ。さあ、私によこせ。よし。OK。いや、素晴らしい。HP アップは。かなりでかいよ。よし。いた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 。すーげえ食らった。オッケー。え、つかなんか全然しちゃいけないな。なんか横ばっか繋がってる。やっといける。あ、ここすごい空いてる。待って。なんか戦闘が行われてる。回収していこう。よいしょ。こいつは倒したい。OK。よし。素晴らしい。いい感じ、いい感じ。あー、下行けない。OK。
すごい血だまりになってる。よし、何があった。あー、なんか火のやついそうだなこれ。え、すごい風穴開いてる。あ、もう下まで行っちゃうな。それは嫌だな。あ、でもすごいことになって、危ない危ない。あ、やば、ちょっとやべ、これはいいや、もう行こう、もう諦めた。よし、まあまあまあ一旦ね。お金が206、これ買える。こっちも買えるね。あ、この辺買えるな。おー、できるだけいい杖のやつを買いたいかな。あー、そんなないね。まあこれかな、強いて言うなら。半額になって185ってことは300何十かすんだよね。 OK、 これにしよう。あ、いいねいいねいいね、いいわいいわ、完成してるわこれ、この杖。ってことで、あ、でもこれも入れたらどうなる。おまけ、おまけの一発が出る。得点くじ、得点を選択した場合 50% の確率で選ばなかった方が消滅しない。これやっといた方がいいな。やるなら最初だね。なくなった。いいからか、今回はその限りじゃないかな。よし、お、パチパチしてるな。なんだ、欲しい。あべ、踏んだ、もろに踏んだな。熱い、ちょっと待って、お水。あ、こっちに水あった。あ、間違えた、なんかすごい強いだな。よし、こっち行き止まりか。ただお金を回収して、よいしょ、ここら辺回収して戻ろう。よし、すげえ燃えてる。オッケー、どんどんしていっちゃおうかな。杖も手に入ったしな。あ、やべやべ、ネバネバ踏んだ、ネバネバしてる、まずいまずい、え、あぶねえ、怖い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 。あ、まだいる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 。よし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 、オッケー。あ、ネバネバしてる、ネバネバしてるよ。あ、でこいつちょっと強いやつだ。よし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 、オッケー。ねえ、怖い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 。このピンクのネバネバが本当に厄介なんだよな。あれ踏むとスピードが遅くなって、なんか飛びにくくなんだよね。ただ火が効かないんだったかな、ネバネバ中は。よし、いけ、あぶれあぶれ、ネバネバがすごい。よし、あー、もういけんのか、行っちゃってもいいなー。あー、でもここら辺掘ってみるか、なんか掘れるのあるな。まずいまずい、これ、あぶねえ。あ、燃えた、お水で、違う、こっち。あ、この銃、あ、すごい扱いづらすぎる、今の感じだと使いづらくて使えねえな。よし、いっちゃおう。怖い怖い怖い。で、さて、そうなったらここら辺は全部閉まっちゃって、この杖自体は 0.22 の 0.53。ああ、180の51。
どうだろうな、どうだろうな、そんなかな。でもシャッフルされないのいいな。なんかいい呪文があったらにしようか。集中ライト、エネルギーオーブ、え、ギガブラックホール、あれ初めて見るかもしんない。遠距離炎症、巨大なファイヤーボルト、あれなんかちょっといいのが売ってる感じするな。ただお金が178、あーどうしようかな。1個しか買えないな、どれ買うにしても。どうしよう、この集中ライトっていうの気になるからこれを買ってみよう。ピンポイントのライトビーム、なんだそれは。一回つけて発射。あーライトビームだ。おー、どうなんだろう、強いのかな。いいんじゃない、でもなんか使いやすそうだね。これはこれでありかもしれない。ってことで、ああ、この杖でいいかな。よし、そしたら58あるのでこれも買っちゃおう。エネルギーオーブ、これ、ああ、なるほど、マナ消費が激しすぎるダメだな。こんな感じかな。これもダメだよね多分ね。あ、あ、あ、一応いけるな、一応いけるね。こうしようか。よし。さて、爆発したい。敵や死亡時に爆発するが、爆破ダメージに対して無敵。聖なる山の追加アイテム。ああ。反発マント。シミが速い速度で落ちる。なるほどね。どうしようかな。爆発したい。これかな。爆破ダメージがなくなる。これって死体が爆発した時のみじゃないのかな。どうなんだろう、全ての爆発に対して耐性がもらえんのかな。あー、でこれ結構いい杖じゃない。あ、杖がまたある。あれ、この形状の杖初めて見る。おー、マナチャージがめっちゃ早い。まあまあ持っていこうか。あ、でこれついてんじゃん、ピンポイントのライトビーム。なるほど。これなんだ、エルドリッチポータル。不吉な領域への一方通行ポータルを召喚する。何それ。一方通行ってことは何かが生まれてきたりはしないってことだよね。やべえ。勝てるね。勝てたな、あいつ。で、この下、行きたいっちゃ行きたいな。行きたいっちゃ行きたいけど、あー一応掘れるね、結構時間かかるけど、ちょっと掘って行ってみようかな。ダメだ、ここダメだ、あぶね。掘ったらもうすぐさま凍っていくっていうやべえ場所だった。よし。こっち側から、危ねえ。スナイパー、いって、あいつマジで。ああ。こいつ腹立つない、いつもいつも。私の邪魔をしやがって。で、一個しようとさえんだもんな、お金。とんだ野郎だよ、あいつは。お。こっちから行けるね。よし、もらっちゃおう、あの杖。危ねえ、罠か。よし、オッケー。どうだ、何かいいのは。魔法の矢がついてる、魔法の矢がついてる。3倍呪文、なるほど。あ、で杖自体すげえいいな、これ好きだな、この杖。これ持って帰りてえわ。どうしよう、
いらないのって言ったら、まあ、これが結構似た感じだけど、こっちの方が強いよな。これにしようかな。で、これは？どうだ？どうだこの杖。あべ、来ちゃった。あ、でも当てやすい。すごい当てやすい。いいな。一旦これでいこうか。よし。やっぱこいつやべえ、マジで。いって、危ねえ危ねえ危ねえ。ちょっと待って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 、もういい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 、もういい杖とかいらん。やばい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 、死に猛烈が暴れ出した暴れ出した。あ、よし、オッケー。よし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 、いいぞ、いい感じだぞ。で、33しかないから、これはもう変えないと。そうなったら一回整理しよう。どうしようかな。これはこれでいいのか。あ、あ、なんかしょうもない感じになってる。違う、さっきの感じと違うな。なんかあれ、なんか、え、なんで2ついっぺんになんかいい感じで出てたんだ、さっき。エルドリッチポータルのおかげなのか。ああ、なんかさっきの出方良かったんだけどな。ちょっとわかんないね。呪文の拡散率を下げる。これとさ、ダブルをつけるとどうなんだ。すげえ拡散だ。ダメだ。よし。まあ、とりあえずこれで行ってみようか。あ、いや、待てよ。あー、でもこの杖じゃねえな。そもそも。こっちだわ。こうして3倍つけちゃう。つか、なんかすげえ音してんな。何の音だ。これか、ライトか。めっちゃビリビリ音してた。あ、こっちや、こっち。あ、すごい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 。マナが一気に消費されるすべて放出されるけど、超強いかもしんない。で、拡散は別にしてないからいいか。こうして、この杖いるか？そうなると。あ、待てよ。こっちの杖のがいいのか？ランダムで発射されないからな。まとまった火力が出るかもしんない。これでいこうか。これ主力にして、で、こいつをサブだな。で、この音は、ってことはで、こうして、よし、これでいいかな。あー、すごいね、火力は出そう。こうすると一本だけなんか強いのが出てるって感じにもできるな。こうしようかな。マナ消費量足りてるもんね。よし、オッケー。エネルギーオーブとかも使いたいけどね。まあいいかな。ちなみにエネルギーオーブ2つ入れるとそうなんだ。あ、マナ消費一応でも足りるっちゃ足りるな。あ、これでもいいのか。こうしてみようかな。よし、オッケー。そしたらこの上2本はまあまあまあ交換しちゃっていいかな。これでいきましょう。よし。まあ、この杖が一番強いからな、結局。危
一発を拾う。近くに敵がいる限りクリティカルヒットを与える追加のチャンスを獲得。冬虫夏草、これなんか読み方ありそうだな。あなたが蹴りした敵の死体から出現する新菌の生物。アイテムレーダー、近くのアイテムを感知できるようになる。これはいらないな。クリティカルヒット？でもあんま近づけたくないよな、そもそも。いやー、どうしようかな。まあ、これかな。新菌の生物、なんか生まれるみたい。これで行きましょう。よし。さて、やってきました。このステージ、あぶね。なんだお前。あ、ちょっと待って。あ、痛い。なんか、なんだあいつ。いきなり生まれなかった今の。なんだよ。あ、待って、こいつ仲間？あ、仲間だ。新菌の生物が仲間になった。あ、いいなぁ。味方召喚系のやつっていいな。やっべ、やっべ、やべやべやべ。まずいまずいまずい。あ、で、そう、あのね、前まで一瞬で死んでたなって思った時は、大体ね、何かあの、よからぬものに、この、こういう爆発に巻き込まれてるっていうね、説明したかったんだけど、今回もやられそうだ。あ、もうまずいね。あー、無理ー。爆発物多すぎんだろ。あー、すごいすごいすごい。あー、もう大戦争だ。うわー、すげえお金。うわー、いいなー、このお金欲しかったなー。くっそー。でもなんか召喚系強そうだな、こう考えると。ネズミとか新菌生物とか、ちょっとそこら辺も加味した上で次回は挑戦していきたいかな。はい、というわけで本日はここら辺で終わりたいと思います。いや、次回こそこの先お見せしたい。ここまで来れるようになったね。でもそれはもう本当にいい結果として受け止めよう。はい、というわけでまた見てください。では、おやすみなさい。